の料理人が船で島に食材を持って渡り、干潮で道ができている間だけ屋台を開きます。その屋台で出される料理こそ三四郎島のトンボロと呼ばれる幻の西伊豆 B 級グルメなのです。嘘やで。好，到了。好大只啊，海蟑螂。